はい、どうもリートです。さあ本日はネットフリックスに入ったお話をします。今更入ったんかいというお話なんですけども、今日の朝ネットフリックス入りました。なんかね、僕行動するとき、大きな決断をするときとかはね、朝にね決めることが多いんです。まあなんかそういう方がいいらしいです。夜になんか行動とか決断するよりも朝にする方がいいっていうね、よく聞くんですけども、なんでね今日の朝思い切ってネットフリックスに入りました。まあそんな大きな行動じゃないんですけども、やっぱすごいっすね。実際にやっぱ使ってみると、ああやっぱこれナンバーワンだと思いました。まあいろんなね、こうスマホとかで見れる映画とかたくさん見れるね配信サービスあるんですけども、やっぱりネットフリックスはねトップを行くだけあってね、すっごい使いやすいなと思いました。まあ、Amazon プライムとかで僕よく見てたりするんですけども、この見やすさ、倍速とかはもう簡単にできるし、速度速くしたりとか、チャプターの見やすさとかね、すごくいいなと思いました。で、まあ、入った理由はね、もともと見たい番組がすごく多くて、Netflix配信オリジナルのね、イカゲームとかも見たいなと思ってたし、あと、全裸監督、全裸監督ね、今めっちゃイントネーションおかしかった、全裸監督だとか、そのドラマとかも見たかったし、他にもなんかいろいろバラエティとかも豊富で、まあ中でもね、トークサバイバーっていう番組がすごい見たくて、これ佐久間さんっていうね、元テレビマンです。ゴッドタンとかいろんな番組に携わっていた方なんですけど、その方がねプロデュースしている番組、トークサバイバーっていうのがありまして、見たんですけどめちゃくちゃ面白かった。やっぱすごいなと思って、まあどんな番組かというと、まあ、なんかドラマ仕立てなんですよ。で結構有名な俳優もたくさん出てて、間宮祥太朗とか、まあいろいろ有名どこの東出くんとかも出てたりとか、なんで東出くんだけくん付けなんかはちょっとわかんないですけど、すいません。まあそんな感じでね、いろんなね有名な俳優さんも出てて、その中に芸人さんも出てくるんですよ。でそのドラマの途中で傷ついた話をしろみたいなね、まあそのドラマの流れに沿ってそういったお題が急に芸人の人たちに振られるんですよ。で芸人の人たちはまあその傷ついた話をねちょっと面白くねお話しして、まああとショックだったお話とか、まあそんなこと振られたりして、でその1話そのお話の中でトークが面白くなかった人がねどんどん落ちていくんですよ。まあサバイバーっていうぐらいなんで、ね、どんどんこう脱落していって、まあ多分ね僕まだ途中しか見てないんですけども、まあ最後の方まで勝ち残ったらそのドラマもずっと出れるし、たくさん映るし自分も、最後の一人になるのかな、展開できればまだちょっと分かんないんですけど、まあそんな感じの番組でございます。めちゃくちゃ面白い。なんか制作費もかかってるので、なんかね本当にドラマの規模とかもねすっごいレベル高いんですよ。普通に地上波で流せるレベルや地上波以上って思うぐらいねすごいなと思いました。やっぱこのネットフリックスってすごく資金持ってるんですよ。なんかあれだよね、ワンピースのハリウッド版もネットフリックスで配信するって聞きましたけども、まあ本当に制作費がすごかったっすね。もう地上波とかねテレビとか、まあ、YouTube よりもやっぱ予算が使えるので、すっごい効率の高い番組が作れるんですよ。だからトークサバイバーもすごいなと思ったし、まあ多分ねこれから見るイカゲームとかね、全裸監督とかもね、多分他のドラマとかもねすごい規模なんだろうなってね、制作費もかかってて、きっと面白いんだろうなっていう感じで楽しみにしております。やっぱりこういうね、トップを走るエンターテインメント、こういった配信サービスではやっぱ見るとね、その理由がね分かったりして、まあその面白いもすごくあるんですけど、僕そういうのも分析するのがすごい好きで、なんでこの企業はトップを走ってるんだろうとか、実際そういうのを体験してみるとすごく分かることがあって、ネットフリックスはもう単純に使いやすいですね。めちゃくちゃ使いやすい。ユーザーのことをねよく考えてるなぁと思いました。で結構プランごとにいろいろあって、まあ、僕ね今一番安いプランにしたんですけど、これなんか広告ありで画質もなんかグレードがあって、まあ僕別に画質そんなこだわらないんで楽しめればいいので、
そんなに画質量ってやつ、良いっていう字で書いてやつがあったりとか。で、その、もうちょっと、月に払う料金上げれば、なんかダウンロードもできたりとか、うん。他にも画質がすごく良くなったりとか、広告がなくなったりとかね。なんかそんな感じになってるので、なんか、そのニーズに合わせてね、そう、プランも選べたりとか、うん。やっぱり番組のクオリティが高いっていうことですかね。うん。まあ、まだ僕そんなにめっちゃ見てるわけじゃないんですけども、まあ、ちょい見て、もうそれを感じました。うん。あとね、池袋ウエストゲートパークっていうね、僕の大好きなドラマもね、ネットフリックスで配信ね、今年の1月から決定、配信開始してるのでね、もしネットフリックス入ってる方いらっしゃいましたらね、池袋ウエストゲートパークはめちゃくちゃ面白い。もう僕のバイブルのようなドラマで、もう人生で一番大好きなドラマで、うん。まあ本当に主人公のまこちゃん、永瀬智也くんが演じるね、まこちゃんはすごくかっこよくて憧れたね、主人公像、僕の中で憧れな男性像でね、二十歳の頃ぐらいはもうファッションとかも真似して、なんか喋り方もね、一時期真似した時期もあるぐらいすごくね、好きです。ドラマ自体もね、今じゃ考えられないぐらい豪華俳優陣がいて、もう主役をね、今やってる主役級の俳優がもうずらーっといるので、小栗旬がね、ほぼエキストラだったんですよ。池袋ウエストゲートパーク通して、セリフもね、二言三言ぐらいしかなかった気する、小栗旬が。まあそんなね、ドラマがね、見れますので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、今日はこんな感じです。おやすみなさい。